星野富弘さんね、はいはいはい。前回もいろいろ話していええええ。ただいて、あれ、だから日光とか栃木とか群ええ、馬とか、はい。なんかあの辺のこう田舎の良さって言いますかね、自北然関と東のね、北か、関東の田舎の良さっていうのはね、にじみ出てますよね。富弘さんの風景画もあるんですけど、電車が走ってるところとかね。ああいうの見るとね、なんかね、私は自分が育った地域がそういう地域でしたので、すっごく懐かしい感じが懐かしい。しますね。そうですね。今回もそのオリーブの里というところで集会があって、それが終わってから、星野富弘美術館に寄って帰ってきた人も何人かいらっいしらっゃしるゃいんまですよね。それはある程度無理なくできるプログラムというか、そできれるようなも気がこう、いいですね。します。ね、そのうちね、本当にそれは実現できるとなんか逆にキリ思スいまトす教とかクリスチャンたちが育んできたものが、ね。実は逆に、こう、一一般般のの人のた人めとにね、共有できる。そうなんですよね。垣根を低くして、そういう集まりっていうのは案外あるようでない。ないですね。ないですよ。クリスチャンだけとかね、そカのウンセリン枠グっの。ていうものが育んできたものと、キリスト教が発掘キでリきスたトがもの生んとできたか、ものを、合体させたらいいわけ合だよ体ね。させて、なんかこう、ね。で、星野富弘さんなんてまさにそれやってるわけですよね。そういうことなんですよね。あそこはもう本当に宗教関係ないですからね。美術館なんかをどんだけの人が行ってるか本当でね。すよ。本当本当。これから本も多くの人が行き続けるでしょう当。し、そうですよね。星野富弘さんっていう人の、なんていうんですかね、心の豊かさっていうのは、ずっとこう、そう、なんか、やっぱり非常に普遍的なんですよね、きっと。そんな感じがしますよね。ある意味ではね、大変泥臭い感じがするんですよ。泥臭いって言葉がいいかどうかわからないけれども、まあまそされにも、土に根ざしてる。そう、土に根ざして。で、やっぱりそれはやっぱり土と戯れた経験があるということもあると思うんですね。泥んこになって遊んで、だから土の子じゃないけど、やっぱね、大地に抱かれた経験というか、泥だらけになって、泥まみれになって遊んだ経験があると、その豊か泥にさ対しをての、感じますね。豊かさがね、そこでこう育まれるような気がしますよね。今空気としてはなんとなく泥っていうとなんかね、汚いとか汚れるとかっていう感じですけども、私たちの少年時代って、まあ奈良先生もそうだと思いますけど、全その然泥だらけになるっそうていうですのは結ね。構楽しい経験でしたよね、ある意味でね。泥んこになってね。それで叱られたことってあんまりないんですよね、私。だから、星野さんのその作風の中にもちろん花がいっぱいあるわけですけれども、でも必ずというか、多くの場合、やっぱり根っこに注目していたりとか、一つの要するにテーマ泥なのんで中すですよね。ね、土の中に生きているものにこう、目がいってるというのは、大変心がこう、温まりますね。温まりますね。そんな気がしました。なんていうかな、絵もね、滋賀の市も、絵も、なんそうでかすね。こう、土に根ざしてる。大地に、大地に根大ざし地とてる。戯れ、大地に抱かれた、育ってきた人の。そんなイメージがありますね。確ですかに。ね。そんなイメージがありますね。今、根っこって言われたことで、ちょっと思い出したんだけど、前回も先生が取り上げられた、それから、ライフラインっていう、番組ね。テレビの動画。ライフラインって太平洋放送、なんかそう太い平う、洋放送協会ですね。ですよね。PBA であすれね。が、インタビューを、ほら、流したでししょ？てましたね。先生送ってくださった、3本あったはずですね、インタビ3ュー本がありね。ましたね。追悼する意味で流してくれたんだと思そううんででしすた。けど、あれ、すごく貴重な映像でね、そうですね。直接ね、星野直さんの接声ね、が、聞こえましたから富弘ね。さんの直接の肉声が、そうでした。ずっと聞けるっていうね、そうぜでひすね。皆さんもね、あれ、そうで見すていね。ただくといいんですけど。そうですね。これを撮って、映像で流すとき、その下のところにちょっとそのリンクを貼っておけ
けばいいですよね。ぜひこれで見てくださいって言ってね。あれはとってもいいインタビューでね、いいですね。インタビュアーの人もとても丁寧に聞いてくだそうさっでしたて、ね。安心してっていうか、富弘さんも語ってるっていうか、そんな何感じがしかました。肩全のく、力抜いてそう、ね。肩の力抜けてましたよね、なんかね。全然こう、気負ってない感じがしましたね。で、関根先生が前回も取り上げてくださった、何でしたっけ、空。空ですかね。かりんっていう確かね、かりんの絵が描いてあった。私も、そうだそうだ。ちょっと読んでもいいですか？お願いします。前回は関根先生が読んでくださったんです。これ本人もね、インタビューで、すごくこう、言って気た。持ちを大事な師として話してたんですよね。で、かりんね。かりん。毎日見ていた空が変わった。涙を流し、友が祈ってくれたあの頃、恐る恐る開いたマタイの福音書。あの時から空が変わった。空が私を見つめるようになった。これインタビューで、富弘さんが、実は自分がだん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 最初は遠ざけてたんだけども、それを聖書嫌 にだ読むなっようて思にっなったよね、最初はね。で、空を見上げた時にやっぱり非常に大きなターニングポイントっていうか、本当にご自分も大事にされているこの詩なんだなっていうか、思いましたね。あれそうですは、ね。確かインタビュアーの人がね、どんなふうに変わられたんですかって。これね、富弘さんっていうのは言葉もすごいシンプルっていうか分かりやすいね。だから一般の人はみんな分かりやすいんだと思うんですわけかりやすいど、ですよね。の人がそのインタビューに答えて、いや、自分はもう、それまではこんなね、人に迷惑かけるばっかりで、こんな自分が存在してるってことはね、人に迷惑をかけると。いうことだと。だから、早くね、自分なんかいなくなった方がいいって思ってたのが、塩狩峠とかいろいろ読んで、そうでしたね。ね、友人が、で、まあ、恐る恐る聖書を開いて、読んで、どんなふうに変わったんですかって言ったら、いや、言い方面白いですね。胸張ってね、あんたで胸張って生きていっていいんだよっいいんて、だな。言われてる感じがすごくしたってたんですよね。それそのを変化中はしかのし大声きい先で生すはよ選んね。でね、180度の変化ですよね、それ180は。度の変化ですよね。もう消えた方がいい。用が足せない。全然い自れ分ばのいためるもほできどない。人に迷惑をかけたと思っていた自分が、いやいや、そうじゃないかもしれないと思ったと。いや、あんたで胸張って生きたらいいんだっていそうでうすふうね。に、それは本当に嬉しかったってね。で、これすごいもう大転換で、そうだと思います。大変化だけど、ね。そこまで鮮やかじゃないけど、カウンセリングなんかで起こってることもね、ちょっと似たテーマのような気がしますよね。そうですね。もう、自分なんかね、もうとてもこう、なんか必要とされてないとかね、あるいは劣等感で、自分はあれもないし、これもないし、人を見ればいろんなもの持ってるし、持って、自分、それから自分はなんでこんな、不遇な目に遭うのだと。そういうふうに、だんだん自分って存在がもういてもいなくても、誰も自分のことは必要としてないんだみたいに、どんどんなっていった人が現れたりするわけですよね。そうですね。カウンセリングルーム。いや、まさにそうですよね。まさに。まさにそうです。だから、
それは本当に一部の人しかカウンセリングルームなんか来ないわけだから、うんうん。大部分の人間は、この星野さんのそういう話とか、違うを見てね、カウンセリングになってんじゃないですかね、あれ。いや、そうでしょうね。多くの人はね、星野富美男さんのように大怪我はしていないけれども、心の中での自己肯定感は低いし、有能感というかね、自分できるできないから言えば、できることの方が少ないような気がするし、人から注意されればいなくなっちゃった方がいいのかなと思っちゃったりとか、結構そういうのってもうなんか身についちゃってますよね、現代の社会の中もうで身は。についてしまってる。ええ、なんとなくそういう発で、想なんが。かきちんとちゃんとこういうふうにやった人は優等生で、うん、そう。できない人はね。できない人は、うん。まあ、なんていうかな、道からそれてる人そとかね、う、そう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 。そういう要するに、こと、足りあかないら人さみまたにい言わなね。ないけど、システムとしては露骨なんですよね、い割や、露骨と。ですね。露骨ですよ。うん。なんほんと。か、ちっちゃい時からそうだし、大人になっても、だから、でもそういうことで、本当に自己肯定感が持てなくなってきているところに、だから、富広美術館なんかね、よくあれは町がやってくれてまそうすでかすね。ね。そうはい。いうそうことでしでょうすね。ね。はい。あれよくやってくれたなと思ったのは、本当ですあれね。壮大なカウンセリング機関のような気がするいや、ね。そうだと思います。彼の絵の1枚2枚の前に1時間2時間経って、あれをじっくり読んで考えるだけで、心癒される時がありますね。間違いなく。ね、間違いなく。詩がもう何百万部って売れてるって言うんでしょ。そうでしょう。はい。そうだと思います。あれ、こんなね、出版物っていうのも、珍しいでしょうね。だから田舎の美術館って言っちゃ悪いけ うど、んうん。あの美術館にね、ものすごい数の人が行くわけですよそうね。ですね。だからやっぱカウンセリングなんか叶わないカウンセリング機関って。うんうんうん。そう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 。セルフ本カウン来セの、リングができるわけですよね。そうです。はい。見ながら。うん。やっぱ絵を見ながら、短い詩を読みながら、心にやっぱりカウンセリングを受けてる感じはしま感すじよをね。ね、ええ。すごいしカばウンらセくラーだってだっ動たけなくななっとちゃ思っうもて、星野さんっていう人が。ん。うんうん。いや、もうカウンセラーだからそういう言い方しちゃってるけど、うんうん。やや偏ってるかもしれないけど、もう偉大なワンダフルカウンセラーだった。いや、本当ワンダフルカウンセラーだと思いますね。星野富美は男いさはいん。はい。おそらく死後もますますそうなるんじゃないですいかや、そうでしょうね、おそらくね。言葉はもう普遍化してきますからね。ね。ね。うん、星野さんの言葉として普遍的なものになってきますよね、これ。もう亡くそうなでられすよたわけだね。からね。うん。だから2010年、あの、1970年ぐらいで事故に遭われて、ずっとそうこうでいうす詩ね。話を書かれて、ええ。これは、なんて言うんですかね。やっぱり、人々をこう癒しそうです続けね。るっはい。ていうね。心を癒す詩ですよね。だから昔の人が例えばお寺に、ええ。行ってね、例えば京都をただ観光してるようだうんうんうん。けど、東寺に行ったり、うん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 。法隆寺に行ったりそうね。ですね。はい。銀閣寺かとら、かね。もちろん大聖堂に行ったりね、うん。うんうん。ヨーロッパだったら、あるいはそう、そ、あれ、あれ多分なんかこう、あれはまあ、ただ観光で行ってる人もいると思うけど、やっうぱなんん、か癒されないといかないですよね、ああいうとこ。そうでしょうね。はい。私は写真をね、撮り始めてから気づいたんですけれど、やっぱり京都のそういう神社仏閣に行って感じるのは、何とも言えない、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、こう、静けさとか、静けさね。伝統の中に、なんかある非常に不思議な佇まいというか、そう、いるだ佇けっていうか、あるだけなんですけれど、そこにいるだけで、こうなんか心がほっとするような気分になる。む。それはね、その華麗な綺麗な建物だけじゃなくてね、もう枯れてていいんですね。ね、すごくこう、なんていうか昔ながらのものなんだけど、そこにいるとほっとするような空気ってありますよね。で、それもやっぱりある種のカウンセリング効果といえばカウンカウセンセリンリンググ効効果じ果ゃなだいとか。思います。で、うん。まあ、明らかに
なんていうんですかね、巡礼とかね、はい。それから日本でいうとお遍路さんですかね、そうですね、はい。ああいうのは完全に歩くカウンセリングだと思うんでますさよ。にそうだと思います。そうだと思いますね。歩きながら、歩きながら、うん。要するに、ね、他のことを考えられなくなってくるわけですよ。おそらく。歩きながらね。だから歩きながらなんか瞑想してるようなってそうのがあなんるだとん思だいとま思す。うんはい。ですよそうなんね。ですね。はい。自分の存在を確認する。自分の存在を感じながら、こっからここまで歩くっていうかね。そういう感じ以外に、進むことはできないような気がするんですよね。誰かのためにやってやるとかね。そうそんそなう。ことやってたらね、面白くも何でもないと思いますよ。やっぱり自分と向き合うための歩きなんだと思うんですね。歩自き分とだと向き思合ういためまのす。行だと思いますよね。あれは関根うん。先生がよく言われる伴走はい、伴的支走援する。ね。はいはい、伴伴走走的支型支援援ね。のもともとのこう、基本的な骨格っていうのは、例えばお遍路さんでも巡礼でもね、あれ、なんていうかな、こう、偉大なものが、聖なるものうん。が、はいはい。伴走してくれてるっていうそうかでな。すね。同行二人ってやつですよね。そう、お遍路は同行二人だから、あれそうはではっす。きりと、一緒に、弘法大師がね、一緒に歩いてくれてるという意味で、同行二人って、傘に書いてあるそうですそうね、で何すもね。ね。だから、まさに伴走型の、で、この、だからやっぱりそのセルフカウンセリング的になってるというか、そうですね。そうだと思いますよ。この大事なものは大体そういうこうスピリチュアルなものを基本に含ん知っでてるるね。ものは何かが伴走してくれて、そうですそしね。てまさに自分自身を自分でカウンセリングできるようなことに多分そうなっでてするんでしょね。うね。そうでしょうね。だから自分と向き合うという場合、生きている自分、今生身の自分と連想している自分ってあると思うんですけど、それが、その今の生身の自分よりも低く見るときもあるし、上に見るときもあるけれど、それだけではやっぱり不安定になってくるので、どうしても普遍的な何かっていうか、そういう存在がやっぱり必要になってくるんだと思うん普遍です的よな存ね。在が必要になってくるんですよそうなんだと思う。きっね。と。だからそこに、そういう同行二人というイメージがあり、あるいはインマヌエルというイメージはね、当然、神は私たちと共にいますっていうのが、ほぼ同じような意味合いで、私たちの心の中に語りかけるものがあるんだと思うんですよね。ですで、ね。星野富弘さんの詩も、星野富弘さんの絵も、なんかね、そういう無理なそうくそう一緒そにいるっていうような感覚う。をそうそうそう醸そう。し出してくれるんですよね、意で外すよと。どんなね。時でもこの絵を見て、この詩を読むと、なんかほっとできるっていうか、ほっなんとかできそんる。な感じがするんですね。単にそう。正直だからとかなんとかっていうレベルの問題ではなく、なんかね、普遍的な何かを醸し出してるような気がするんですよね。なんそかう、ね、うん、そう。だから星野富弘美術館は例えば美術館の場合はええ。こう今まさにこうなんていうかなそこへ行って自分とも対話できるし、なんか普遍的な何かが自分を支えてくれるし、それから星野さんの自我が絵と言葉がね。言葉がね、寄り添ってくれるっていうか、そうそれがね。なんかね、本当にこう、リアルにできてるんじゃないかって気すそうるんでですね。ね。美術館の、星野富弘美術館の作り方もね、ゆっくり歩いて、この部屋からあの部屋へっていう、こう、進み方が非常に穏やかにこうね、紹介されてる感じがするんですね。丸みのある感じでね、流れ的に。ただね、もうとにかく 展示物が多いから、詩と絵があまりにも多いか多いら、から。だから、一旦止まっちゃうとね、なんか本当に時間をゆっくりかけてやっぱり見たい感じがしますね。本当にね、消化不良になりそう。あれあんまり急いで見ちゃうと。この発売されてる詩画集も、急いで読めるもんじゃないですね。全然急いじゃうとね、あんまり面白みがないっていうか、なんかね、深く入らないですよね。やっぱ落ち着いて、
ゆっくり見ないと、こういうのってなんかこう、スッとこう、去っていくというか、そんな感じがするんですけどね。本当ですね。そう。なんかほら、有名な命より大切なものですか、有名なね、一番質問される死だって そうでしたインね。タビはい、ューで言ってましたね。言ってましたね。命より大切なものは何何かっですていうかってね。こういう、そうでやする質問。ね。まあ、それは簡単にはなかなか答えられないんだけど、でも自分はこの詩で、やっぱり嬉しかったっていうね、その命より大切なものっていう、そうでこすれね。はまた、なんていうんですかね、だから味わい深いから、やっぱりスッと読むんじゃなくて、読むたびに、なんか、新たなね、意味が加わってくるみたいな。そんな感じがしますよね。よく知っているような星野富美男さんの詩でも読み返してみると、何か新しい発見があるような気がして、やっぱ手放したくない詩集ではありますよね。すごく、星野さんが自身もおっしゃってたけど、命より大切なものがあると分かった日っていう、詩のところで確かおっしゃってたような気がするけど、あれが分かってから、あの詩を書いてからって、書いた頃に思ったのは、何だったかな、これもインタビューで答えてたのかもしれませんけど、いいなと思ったのは、命をあんまり大切にしすぎてね、しまい込んで、あんまり使わないで、そういうのありましたね、まあそうい命う。が一番大切だと思いすぎると、そこがその最終ゴールみたいになってしまうと、命をしまい込んでしまってね、あんまりせっかく与えられた、そしたらその時この詩を書いた頃、もう思いっきり使おうっていうか、せっかく与えられた、送られた命を思いっきり使って、使ったら使うほど、こう、なんかそういうのもありましたよね。こう、ありました、ありました。使えば使うほどっど、かにあったら、なん今、かこう、味探わいしがてで出すてよくるね。っていうね。そうです。これね、すごく、まあ、ちょっとまたカウンセリングの話です。カウンセラーとしてもすごい大事だなと思いましたね。なんかこう、しかも、もしかして誰かのために少しでも使えればね、自分以外の人のためにも、何かのためにも自分の命を使うことができたら、命は輝き出すっていうか、こう、そうです使いね。込めば使うほど、味わいが出てくるみたいなことをおっしゃって、確かそういう詩もあったそような気がするんう、こうだいけうど。命意識っていう詩があってあ、ね。命意識だ。命意識。新しい命意識ありがとうございます。大切に使わせていただいておりますが、大切なあまりしまい込んでしまうこともあり、申し訳なく思っております。いつもあなたが見ていてくださるのですし、使い込めば良い味も出てくることでしょうから、安心して思いっきり使っていきたいと思っております。これ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 。なんか挨拶文み安心たいしな。て、安心して使っ使ていいきた込んいでいきと。たいと思いますっていうね。せっかくあなたを見てくださってることだし。この伸びやかさね。大切なあまりしもい込んでっていうのもわかりますよね。なんかね。命大なん切かだ、大切こうだ。ね、宝物だから、みたいな。宝物だからってね。もうずっと、そのうちなんかこう、どこに置いてあったか忘れちゃっ忘たれり、ちゃう、あるいはもうなんかね、だ持っ泥てにこまなみくれなっることたもなり。く、泥にまみれることもなく、汚すこともなく、使うこともなく、結局命って何だったんだっていうのわからないまま終わっていくみなんたかいなものすね。ごい財産いっぱい貯めて亡くなっちゃったとかね、同じそんこなとないなんでです、すそもんね。れ。イエス様のあれありましたね。例え話の中にね、この蔵にしまっておこうみたいな、そればっかりの。だから、この命意識停止もいいですね。これ面白い詩ですよね、命意これだ識。からね、やっぱり一つは命より大事なものが分かったから、安心して命を、これは与えられて、
使うものだってか、そうそう。働かせるものだってか、働かせてもらえるものうんうん。だそうと、なんですね。この喜びですよね。うん、そうそう。託されているものなんでね。これはね、まあ、大人にとっても大事だけど、子供にとってもすごく大事なような気がするうん、んでそうすでよすね。ね。人と区別し、差別するために優秀になっていくみたいなう風潮がないわん、けでもないのでうね、ん、うん、そうです上よに上ね。にみたいな、そうじゃなくて、人の与えられた命を働かせる喜び。そうですよ。そう。それね、助けられながら、そう。助けながら、ですけど、命をこう、燃やしていおくっていう互いかに分ね。かち合いながら、分か助ちけ合い合いなながららね。ね、うん、こそうれってそう。道徳でも何でもなくて、喜びなんですよ喜ね。びですね。うん、そうですね。あとね、二つ。野に咲く花のようにっていうのがあってね。こんな詩があるんです。何もしたくない。誰にも会いたくない。喋りたくもない。野に咲く花のように静かに一人でいたい。しかし腹が減った。残念だが腹が減ってしまったっていう。ここにもね、やっぱりね、命があるわけですよ。こういう命ね。うん、孤立を望むような、孤独を望むような時間があると思えば、おや、腹ったらもうちょっと飯食わせ腹な減っいみたいちゃな、うんだ母ちゃんな。飯食んないみたいな、そそういう、なんかね、そう。の辺腹減っの、ちゃうことも恵みだっていうかね、そうななんんでていすうよ。か、こう、腹が減っちゃうように我々作ってく作らだれさって、て、そう、そうなんですよね。ね、それもね、それが、彼も自殺しようと思ってね、前回も話したけど、食べないようにしたら、腹減っちゃってたまんなかったって。そうなんですよね。なんかね、言ってましたよね、なんかね。面白いなと思うんですよね、これ。ね、最初死のうと思ってね、で、もうどうせね、っていう断食食しべなていでね。食わないようにところが、ついに腹が減ってしまっても、それに勝てなかったっていうだから、いわゆる欲望って意味じゃなくて、深いね。ところから現れる、こう、私たちに与えられている欲求っていうのは欲ね、求ですよね、はい。このよよ与えられている欲求っていうのは、すごい大事なもんですよね。そうだと思いますね。それね、あんまりこう我慢しすぎたり、蓋そう、具しす体ぎ的たりにするの現はれた人は食欲とかね、そうです睡ね。眠とかね、はい、そう性です欲よ。とかいろいろあるけれど、やっぱり鬱になるときはその3つがこう、もう本当にこう、干からびてしまうっていうかね。そうですね。そこがなんか萎えてしまうと危なね。い時っていうのは、うん。そういう、だからまあそういう時、まあ人間だからたまに時々そういうことがあることもあるけど、でも与えられている基本的欲求っていうものは、あんまりこう、道徳的に消してしまわないで、そうですね。これ本当はですこよれ、ね。ある程度健やかなものでね、そうですね。いや、健康のバロメーターですからね。例えば睡眠そにれしをても、どういう食ふう欲ににうしてまもく働ね。かせるかっていうふうなことはまた大事だと思うんですそうけでどすね。ね。うん、本当、そう本か当。いや、そうなんか。か、こういう詩を見つけるとね、なんかね、心がね、本当にこう元気になるような気がしますね。うん。なんか本当にいい詩がこう、いっぱいありますね。先生なんか詩がありますか？紹介してくだささっきの、これね、命より大切なものって、こう、こい。あ、の、はい。歌集にね、先生が紹介してくださった、その、空、かりんの隣にね、たまたまこういう詩があるんですよ。これはね、何の花かな。木の葉っていう題ですね、木の木の葉。葉、木にあるときは、枝に委ね。枝を離れれば風に任せ。地に落ちれば土と眠る。神様に委ねた人生なら、木の葉のように一番美しくなって散れるだろう。これいい詩だなと思うのは、なんかやっぱり、巡り巡ってっていう巡感りじです巡っか？てね、委ねるっていうことの大事さと、委ねた人生なら、木の葉のように一番美しくなって散れるだろう。これ、読み方間違えるとね、美しくなって散れるだろうって、この美しくって言葉がね、星野さんの、こう、なんていうかな、醸し出す雰囲気が、こう、木の葉の絵から見ると、これは、なんていうかな、この
この高齢化社会じゃないですか、私ももちろんそうなんですけど、うんうんうん。やっぱり、まあ、ちょっとオーバーかもしれない、大きなお世話かもしれないけど、日本、やっぱりね、どんなふうに、この人生終わっていくかっていうね、実人生っていうか、この世の人生を終わっていくかっていうことについて、やっぱりなんかね、なんか、やっぱり本当はみんな気になってると思うんですよ。そうでしょうこのね。キリスト教とか仏教を持ち出さなくても。でもね、これって何かに委ねれば、この美しいって言葉は、なんかなんかそういう、大きなものに委ねて、何でもいいか大きなものに委ねていったら、それはそれでなんか大きなところへ帰っていけるんだよっていうね、そういう普遍的なことをやっぱりね、この詩とかにも感じるんですよね。もちろん神様とかキリスト教っていうのはもちろんしっかりあるんだけど、でも、星野さんのいいとこはね、信仰を持っていようがいまいが、なんか庶民の心にね、そうか、そういうふうに委ねていけばいいのかみたいな、そういうのがね、あるから、うちのこの田舎の近くの、おじさんやおばさんもね、何回も言ってる人いるんですよ、ああ、富そう士のな美ん。術館に。ああ、そうなんですか。おほほほ。で、いいよねって、なんか面白いんですよ、彼らの。いや、たまにね、散歩で聞いたりするんだけど、富士の美術館行ったんだって言って、でね、面白いよね、なんか途中でうまいもんを食いながら、栃木だったら餃子とかね、宇都宇都宮の餃宮の子ね。餃子とかね、そういそううそう。のとセットにしながらね、行ってくるいんや、だ行っね。てきたんだとか言って、兄弟って言ったとかね、おじいちゃん、おばあちゃんとか言って、そういう人たちにも、みんななんかね、なんか安心感与えてるような気するんですいよや、ね。安心感はありますよね。ものすごく大きな安心 感がありもまのすすごい意ね。識が低い。なんかすごく安心感は大きいですね、やっぱりね。大きいですよ。醸し出してる安心感。星野さんが醸し出してる安心感というのは、大変不思議で、例えば、星野さんをお見舞いするっていうイメージが湧かないんですよ、なかなか。お会いした時にはおそらく、私は直接会ったことないんですけど、お会いしたらおそらくこっちが励まされて帰ってくるような気がするのね。そんな気がする。そういう意味での不思議さっていうのがあって、まあそれこはの絵とか詩のあれです方けど。はそういう方でしょうね、きっとね。で、絵もね、よ、み、あの、絵も、詩画も見て読んでる、言葉読んでるときは、やっぱ本当に自分に語ってくれてるって感じだと思うんそうですでよ。す。はい、そうです。なんていうか、自分にだけ語ってくれてるっていうか、やっぱ励まされるっていうか、支えられるっていうかね。そうね。だから支えられているから、面白かったのは、なんかちょっと、一部分しか覚えてないんだけど、支えられるって詩があって、星野さんに、支えられてだったかな。で、支えられてるから、まあ、こうやって生きてられるっていうのと同時にね、崖の向こうに顔を突き出せるっていうんですあ、よ。なんかありま支したえね。られてるから。あったああれった。は面白い表現だなと思っそうて。ですね。あの人山登り好きだったからね。そう。そのせいで、あれですよね。あの人は相当山男だったですね、あれそうきっですと。ね。谷川岳とかしょっちゅうね、行ってたっ山て。が好きな感じがね。そうでしたね。なんかありましたね。そう。支えられあ、ていこるれから。だ。支えられて。支えられているから立っていられる。支えられているから崖に体を乗り出せる。支えられているから見えない明日に夢を見られる。綱渡りのような私の人生、あなたに支えられて生きている。ということですね。支素え敵られていな。るから立っていられる。支えられているから崖に体を乗り出せる。これを山の経験って言ってでましすたよね。ね。支えられているから見えない明日に夢を見られる。綱渡りのような私の人生、あなたに支えられて生きている。いや、で、いいこですの「あね。なた」って言葉がやっぱり深いんですよね。深いし、そうですね。あなたに支えられてるって周りの人とかこちらにも言ってくれてるような気がするけど、もっと深いところのあなたに支えられてる。そうなんですね。このこの普遍二的なあな人称たですよ。普遍ね、的なあなた。普遍的なんなあか、なたに支なんかえね。られてるっていうね。そんな気がする。そうね。そうですまあ非常にね。なんかこう赤裸々にっていうか正直に
ご自分の姿をこう表明してますよね。そうそう。できないのはできないできしっないと。て、頑張ったって動けないことは動けないしっていうのを嫌味なく、そうなんです素よ直にってね。いう素直にね。素直に正直に。その辺のところがね、いいですよね。正直さはすご命よくり大いい。切なものは、という詩はね、どうやって生まれたんですかって言ったら、面白かったですね。ある詩歌集を出した時に、何だったかな。1ページ余ったんだと。編集者から電話かかってきて、編集者からってありましたね、なんかね。もう一個できないですかって言って、あれ書いてたなって言っそうそう。て、あれ、オダマキかなんかの絵なんですよね。オダマキの絵そうでを、したね、それと合わせたらいいんじゃないかって言って、最後埋めたんだけど、埋め草じゃないけど埋めたんだけど、あの詩がね、みんな。で、そのオダマキと、これ合うなと思ったのは、山小屋でね、もう命からがら山小屋に避難した時に、私もそんな山詳しくないか分かんないけど、山小屋のランプだったかな。ランプがオダマキに似てるんだって。で、自分はそう思ったと。それで、命からがら自分を助けてくれた山小屋のランプと、あの死が一致し結たんびでついすたんね。だ。ああ、なるほど。オダマキってよく見たことないけど、確かに上のランプっていうかな、なんていうんですかね、ランプですよね、上まあ、ランの、プですよね。傘みたいになってるね。確かにそう見えなくもないんですよね、オダマキって。小田巻ね。だからやっぱり山でね、いろんな経験されてんだなってね。山の経験は大きいと思いま大すね。きいね。やっぱり命をかけているからね。特に谷川岳なんかある時期、やっぱり魔の山と言われ、そう言われ冬はましたよね、ね。遭難もあっめたしちゃね、くちゃ結遭構。難多かったから、だからやっぱり、群馬の人で谷川岳ですかっていうのはちょっとやっぱりみんなびっくりしましたもんね。ある時期、谷川岳っていうのはね、もっともっとこう、なんというか、単純な登り口ってのもあるって言われてるんですけども、でもやっぱり上級者になると崖を登って、やっぱ越えていきたいみなたい。るんですよね。そこで大体滑落するのが、毎年毎年のことでね、多いんでしょうけど、今だって少なくはないと思いますよね。でも、そうね、山登りの経験がとても大きいんでしょうね。だからそれだけの人が動けなくなってしまったっていう衝撃は、やっぱ相当なものだったろうでしなょうとね、思そいまこます。で動いてた人がね。そう、本当にね。だから、ただそれをこう淡々と受け止めながら生きてていいんだよねっていう、ね、支えられてるからねっていう、なんかそういうところにこう着地しているっていう安心感っていうのは、やっぱり読んでも見てもほっとするっていうのはありますね、やっぱりね。やっぱりみんな本当にそれぞれの出会い方を星野と富弘さんの詩話とね、そうです言ね。葉とは豊かだから、本当それぞれの人生を重ね合わせながら、そうですね。感じ取って支えられるっていうか、私は昔友人を失った人の話を聞いたことがあってね、だいぶ前だったけど、やっぱり一緒に登山してて、海外の山とか行ってて、みんな、友人だけが亡くなるんですよ。そうでしたか。自分は、なんとか、助かるね。で、まだ若かったからね、その頃、私もまだ30代ぐらいだったかな。で、その人も、まだ若い時にその友人を失ってね。で、ずっと何ヶ月かか寄り添ってた時に、最後にね、問題何も解決したわけでも何でもないんだけど、一言言ってくれたのがね、私の支えになって、いまだに印象に残ってるんだけど、いや、長野さん、カウンセラーっていうのは、セルパみたいな人ですね。シルパーですか。その頃よくわからなくてね、山の道案内人ですよ馬のね。道案内で、その時だけ現れるんですよね。そうそ
そうなんですよ。荷物で、を背負うんですよね、シェル荷プ。物を背負って、まあ、土地の人土で、地そのの人土です地よの人ね。ですよね。そうで難す。所とかが分かってて。で、いや、自分は危なかったと思いますが、言って最後な、終わりの頃にね。そうでしたか。で、いや、私がそんなセルパーみたいなことやれたっていう、そんな大それたことはやってないと思うけど、それは、でもその言葉はね、自分が、その一つのイメージになりましたね、その支えになったっていうか。だから、山っていうのの経験っていうのは、星野さんもね、きっといろんな体験をして、そうでしょう先のね。死なんかの崖をなんとかってね、はい、それもね。山男ですよね、きっと。そうだと思いますね。本当にそうだと思う。そうですよね。やっぱり崖って怖いですよね。下から見てても上から見てても怖いし、こういう感じのね、もう、急勾配のところだし、時々鎖があったりとか、時々もう前の人が登って作った、足をかけるような穴があるんですけど、あれも個人差があるのでね、例えば身長とか。だから、その足場が合えばいいけど、合わなければもう足合いませんから、なかなか上にはね、いけないこともあるでしょうし、で、そういうところに登り慣れていて、うまくほじくってあればいいけど、もう崩れちゃってるところもあったりとか、意外とああいう崖を登るっていうのは本当に命がけだなと命がけで思いまね。すよね。ただね、それでもやっぱり、もうちょっと右側にあるよとか、もうちょっと上の方にね、手が届くとこあるよとか、ありがとうそうやって教えてもらえると、すっごく助かりますよね。シェルパですよ、それこそ。まさにね。伴走者ですよね。だから、それはだから私たちは、まあ、そのカウンセリングを持ち出さなくても、人生の中でお互いにセルパになってるなったっていうり、時だっ誰たかにり、なっなっててももらっらったたりっていうり、のはあると思いますそうね。いうのはやっぱあるんでしょうね。こう危ない時に一言で、支えられたとかね。そうなんですよ。それから、やっぱ中学とか高校ぐらいの時でも、なんか、まあ、普段は厳しい先生が、なんか一言くれたおかげで、支えられたとかね。ありますよね。あそうりでますすよね。ね。こういう詩を読んで、それに似たような経験というのは、受け取りやすいんじゃないでしょうかね。星野さんの状況がある程度分かっていれば分かっているほど、あの人がこういうふうに言ってくれているのかっていうような安堵感っていうか、安堵感があるんですよね。それはね、頑張れ頑張れっていうんじゃなくて、大丈夫大丈夫っていうようなね、応援の仕方っていうか、もっと頑張んなきゃダメだぞっていってんうじゃなくてんじゃね。なくて、大丈夫だから大丈夫だからっていう、後押ししてくれるようなね、安堵感っていうのがあるような気がするんですよね。星野さんの詩は全然説教的じゃないし、そうですね、お説教でなんかはないですよね。説得しようと全然してない。してないでむすしろね。開かれてるっていうかな。そうですね。どんな風にでもいいこっよ、から解先はど釈んなし風て。にでどんもな風解釈にしてくだ受けさ止い。めてもいいんだよ、僕の詩なんか。どんなそうです風にね。受け止めてもいいよ、みたいな。そういうそうで人す柄ね。だし、そういう詩ですよね。それがね、すごく。それがね、なんかすごい、こう、とっつきやすくなってるっていうからいいかありな。がたいですよね、それはね。本当にありがたい。特別に聖人君子というふうなイメージでもなく、ポロッと普通におしゃべりしてる中で出てきて、それを切り取ったようなね、言葉っていうのは、だやっから星ぱ野さんがり、関根さんのお父様が書かれたね、亡命碑のね、亡碑のあれですね、老するもの、そうすべ、そう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 、疲すれべたてもをの読は、もの、そう。我に来たれっ我ていうに来たね。れ、我汝を休ませんってやつね。あれは、そうあれを語ってる星野さんも、確かにね、高校時代、肥だめをね、担いで、実際、浪するものだったから、それは覚えてたと、あの言葉はなと。そしたら、後に、
聖書の言葉で、そうでね、す話しね。てみると、ずっと前からその自分を見守ってくれてたんだ。それはね、それはなんかね、こう、神のご計画だったみたいな形でね、あんまりすんなり言わないんですよ。その辺が、なんかとてもこう、柔らかいっていうんですかね。いや、そうそでれはすそうなんだね。けど、なんかね、あの時はね、まさかその自分が で、その、なんかね、間があるって言ったらいいかな。すぐに、曲がる。先生もこの間説教でおっしゃってたけど、MACF のお話でね、なんかこう、困難っていうものをすぐに意義づけないっていうかな。意義づけすぎないっていうそう、か。あんまり簡単にね。そう。なんかおっしゃってましたよね、この間。言ってました。あれ、すごい、星野さんもなんかそういう感じなんですよね。そうだね。不思議な、不思議な開かれ不思た、議な開こう、かれた表現ですよね。なんか。同時代にね、ああいう人がいたっていういや、のは、ありがたいです本当にありがね。たいっていうかね。ありがたいですよ。いや、これは星野さんのことだと今日、何回でもやれるぐらい、これ。本星当野でさすん、よでっね。かいからね、なんかこう、開かれてて、なんかあったかい感じしますね。いや、暖かいですね。なんか、暖ただ、かいです冷えね。ていくとき、冷えていけばいくほど、死はね、あったかいんだと思うね。だからみんな行くんだと思う。そうでし読ょうむんだね。と思う。そうでしょうね。ところが、こう、冷えて、細く弱っていったときは、なんていうかな、疲れたものじゃないけど まさに自分が今度は、星野さんが、の死がね、そうね。なんかあったかくされ聖る。地巡礼みたいだね、なんかね。そう、だからあれは、そう、聖地巡礼になってるんじゃないですかそうだね。と思う。ある人にとってはね、ね。聖地のようなイメージでしょうね。そう。でもそこに存在しているのは普通の人っていうかね、もちろん辛い状況を通過したに違いないけれども、でもそんな中で普通の心を持っているっていうか、普通の心を持って淡々と生き抜いそた人。う、これいいですよね。本当それにがすご等く、身大っていうか、等身大、まさにそうですよね。等身大で私たちと同じ地平にいてくれる。そうなんですね。ね。それが嬉しいですよね。雨にも負けてっていう詩があってね。これ前も読んだと思うんですけど、雨にも負けて、風にも負けて、夏の暑さにも負けて、東に病気の人がいても、西に困ってる人がいても、何もしない。丈夫な体になりたくて、健康食品に気を配り、うまいものが好きで、まずいものが嫌い、お金も欲しい、着物も欲しい、そんな私が仰向けに寝ているっていいいですね。う もうそのいまや、んまですよ、そのまんま。そのまま、もう負け続けてね。そう、負け続け負けて、て、で負けも、て、そう、負けでていも、いんだよ、みたそいなね。う、でもね、支えられてる私がいるっそうそう、ていうこいとがる。深くあるわけですね。そう。生かされてる私がい生かさる。れてる私がいる。支えられてる私がいる。そう。いくら負けたって、大事負けようなんでが。すね。そうなんですね。そこに踏みとどまることができることで、やっぱり人生がね、本当にこう、おおらかにおおらか進んに。でいくんだろうなと思うんですよそう。ね。彼は私たちに温かいものと、それから非常にこう、普遍的なものと、いい意味で大きなもの、そうでもっすとさ、ね。ちっちゃくちっちゃく考えなくていいよって、こう、大きく支えて包んでくれてるもの、そうですそれをね。こう、詩でね、こう、与えてくれたっそうていうでかすね。ね。いや、ぜひぜひ本当読んでほしいですよね。これはね。たまたま「花よりも小さく」っていう詩と「あなたの手のひら」っていう詩と、それから「愛あ、深いどんだ淵けより」っ詩て、集こをれ出さもれてるのかよくわたかくんないけさんど、あり相ます当よ出されね。てますよね。で、先生さっき持っておられたのは「命より大切なものだっそう。たっけ？それから、鈴の鳴る道と鈴かの鳴るね。道」ね。そうでこれすもね。いい詩集ですよね。これはそうでエッすよセイね。もね、すごく素敵なエッセイ。ね。ねえ。本当に本当ね。に、いやいや、あ、もうそう1いう年意味半ではくらい経ね、ちましたね。本当にこういう詩をね、折あるごとに読んで、そう。
ほっとしてほしいなと思いそう。ますよね。カウンセラーとしてはね。そう。もう小学生から読んでほしいね、これ。本当にそう思いますよね。本当にそう思う。読みこね、なせるはずですもんね、そう。これ。面白いんですけど、星野さんと三浦綾子さんの対談。対談、あれね、出版社の謳い文句が、小学生でも読めるように全部ルビ振ってあルるビの。スタ、ルビスタ、そうですね。二人もそういうのを望んだんでしょうね。そうなんでしょうね。いや、もう本当に、これ、小学生から読める読める。本になってますね。いこや、の、小学生でも読めるっていうことがまた偉大ですよね、これ。そうですね。この愛深き淵よりも、全部これルビ振ってあって、そう、それ読みはやすいですね、副こ読れ。本になってるそうですよね。小学校かなんかな？副読本。うん。でも、どっかの、県ですが、聞いたことありますね。そうでしたか。いやいや、これはもう語り尽くせないですけど、今日もまたそう1で時す間ほね。ど経ってしまいましたね。そうですね。ありがとうごどうざいまもした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞお元気で。失礼します。じゃあ失礼いたします。